はい、どうも皆さんこんにちは。本日もエルデンリングの動画撮っていきましょうか。で、今日なんですが、金のスカラベ、こちらについて語っていきましょうか。金のスカラベは今作でめちゃくちゃ重要ですね。っていうか、これがなければルーン稼ぎの効率が一気に落ちてしまうので絶対にゲットしておきましょう。では、この金のスカラベどういう効果があるのかっていうところなんですが、まあ画面にも書いてあると思うんですけど、ルーンの獲得量がなんとね、約 1.2 倍になります。これかなりでかくないか。え、だって持ってるだけで 1.2 倍よ。いや、逆に言うとさ、これ持ってないだけで相当損することになると思うので、絶対にゲットしておきましょう。ではどういった方法でゲットできるのかっていうところなんですが、まあ至って入手方法はシンプルですね。廃棄洞窟をクリアする必要があるわけですが、まあこちらに関してはだいたいレベルが25から30ぐらいかな。それぐらいあれば、まあ、十分クリアすることができるので、入手ができるかと思いますね。では、廃棄洞窟具体的にどこにあるのかっていうところなんですが、ケイリット沼っていうところがあるんですけど、そこの北の方にありますね。はい。もっと言ってしまうと、振り子のように斧をぶら下げた大きな敵がいるんですが、その敵の左側を抜けて、木を渡った先に洞窟の入り口が存在します。そこから入れば廃棄洞窟に着くので、いやー、金のスカラベは絶対にゲットしておいた方がいいと思うので、もしレベルが30以上でまだゲットしないよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひゲットしてみてください。っていうことで、今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録を済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。